モーリテルオは日本の俳優である。本名はモーリタカシ。旧芸名はモーリタカシ。小畜鎌田撮影所のサイレント映画で活躍した二枚目、俳優である。1907年11月30日、福岡県も自死新町に生まれる。父は司会を営んでいた。報告中学校を卒業して上京し、法政大学予科に入学するが、病気のため中退。 1927年、本名の毛利隆名義で、バンツマ、立花、ユニバーサル連合映画に入り大部屋俳優となる。その後、小沢映画連盟、岡田義子、竹内良一一座を経て、1929年7月、松竹鎌田撮影所へ入社。芸名も、毛利リ夫テルオと改名して、同年9月6日に公開された、小津安二郎監督映画、大学は出たけれどで、 映画デビュー。ついで同年11月8日に公開された、清水博監督映画、父の願いで大役に抜擢され、さらに翌1930年3月1日に公開された、小津安二郎監督映画、ほがらかに歩めで助演するなど、日本人離れした美貌の二枚目俳優として注目され、女性ファンを魅了した。 1929年に発行された日本映画俳優名鑑賞は5年版によれば、東京府江原郡蒲田町女塚に住み、身長は5尺6寸、体重は16巻、野球、中華料理を好んでいたという旨が記されている。以後、清水博監督映画、楽器大賞など、いよいよ将来を期待していたが、1931年4月3日、風切りの同じく、 清水博監督映画、アリウレイカを見ることなく、同年3月20日朝、鉄道省東海道本線二宮駅、洪水駅間で当時新人女優だった、大町博子と、鉄道真珠、万23歳没。自殺した場所については、東海道本線大磯駅付近の説もある。陶器作品への出演は一作もなく、出演作品はすべてサイレント映画であった。大町博子は、 宮城県仙台市生まれ、本名は鈴木博子。デパート松屋銀座本店の店員を経て、1929年、当時流行していた客船美女優の募集に応じて、小畜蒲田撮影所に入社。ところが伸び悩み、すぐに女優業を辞退して蒲田撮影所の企画部員に転校するが、入社当初、ハリウッド帰りで帰国第一回主演として、 島津安次郎監督映画、愛よ、人類と共にあれの撮影のため出入りしていた、上山総人に、同じ郷里出身ということから目をかけられていた。しかしその真珠の背景には、この上山と大町の関係を、署内の悪童たちが、怪しいともップを流し、それを聞いた毛利が、無責任なデマを飛ばすな。と言って、大町らをかばったのが、ことの始まりである。 それを聞いた大町は、毛利に傾斜するのであった。一方、同年11月末に、大阪松竹学劇部に所属していた、小和子が、鈴木伝明の紹介で、松竹蒲田撮影所に入社して売り出すが、その井上もまた毛利に接近する。したがって、毛利は、大町、井上の三角関係ということになったが、鈴木伝え民一派からは、 親分の出川明の女を横取りしたとして、毛利廃撃の声が上がるという権威があり、またこの頃に、大町が敗病を患い、毛利の子を宿しているという噂も出ていた。新十五の大町の衣服からは、女優、花岡菊子宛の遺書が発見され、覚悟上の上司ということが判明した。すべて制作は、小竹蒲田撮影所、配給は、小竹、すべてサイレント映画である。 ありがとうございます。